で、韓国語で一緒の芸能専門のキムです。で、今回は、そうですね、韓国のそういうエンターテインメントとか、働いていきたいっていう方が聞けばちょっと面白いかな、内容をちょっと準備してみます。意外と、ご存じないかと思うんですけど、ちょっとお話していきますね。まずアルバムなんですけど、いろんな用語があるんですけど、まずデジタルシングルって何なのかって言ったら、形がないんですよね。これも名前そのままデジタルなんで、CD とかそういう形を作らないっていうやつで、シングルアルバムとか言うんじゃないですか。これはだいたい韓国では1から3曲ぐらい入るのが一般的です。で、ミニアルバムって言うんですけど、これもよく聞くと思うんですけど、これはだいたい4つから7曲ぐらい入るんかな。で、チョンギュ1집、チョンギュ2집とか言うんですけど、正規アルバム、これはだいたい8曲以上入るのが一般的ですね。だいたい7年間の契約のうち、この正規アルバムっていうのを、4つ、5つとか、出していくって感じですね。もちろん、売れて、お金が回収できててっていう時の話なんですけどね。出しても、やっぱ売れないとか、回収ができないって言ったら、だいたい2、3年やって疲れてしまうので、そのまま、解散っていうか、活動がなくなるっていうか、その動きがなくなるっていう感じのアイドルグループとか多いですよね。ライブ会場とか見ていきます。このあたりは皆さんライブ見に行ったりとかしてるから、聞いたことあると思うんですけど、まずホール。ホールはほんとちっちゃいやつ100人とかもあれば、1万人入るところまでホールっていう名前がついてたりとかしますね。で、アレーナからはちょっとわかりやすいんですけど、だいたい5000、6000人から3万人まで。ドーム、これ有名ですよね。東京ドームとか、京セラドームとか。だいたい3万から5万人とかの感じですね。ドームって言ったら。日本はドームも多いんですよね。結構日本って韓国と比べてたくさん、いろんな音楽施設っていうか、公演施設があるのですっごいいいなと思います。韓国は少ないので、土地の面積も少ないし、市場の規模も日本と比べたらちっちゃいし、スタジアム、これはもう一番大きいんじゃないですか。3万人からだいたい7万人まで。日産スタジアムとかあるんですよね。ドームなんですけど、ちなみに東京ドームが4万5千人で、京セラドームが5万5千人収容するそうです。京セラドームの方がいっぱい入るんですよね。で、最後が各国の音楽市場の規模。各国って言っても、韓国、日本、米国、アメリカっていう準備したんですけど、日本大きいですね。まず韓国が、どんどん成長はしてるんですけど、6000億円ぐらいの市場規模っていうので、アメリカ、大きいですよね。1兆8000億円の規模だと思います。で、日本は韓国のだいたい5倍ぐらいなので、3兆円の規模ってことです。規模って言ったら一番でかいんじゃないかな。だから韓国のエンターテインメントは、日本のメンバーを使ったり、日本のスタッフを使って、日本で音楽ビジネスとしてお金を稼ぎたい。めちゃくちゃ簡単にやったらお金を稼ぎたいんだっていうのが、すっごい強いので、そこで皆さんがいろいろ準備して、いい人材になって活躍してくれたら、好きな仕事は全然取れるんじゃないかなと思いますね。だからこういうのは、ああいう方たちと面接とか仕事するときには知っといて損はないと思います。アルバムとライブ会場と、市場規模がどれぐらいになるのかって感じです。で、市場規模なんですけど、ここには書いてないけど、東南アジアとか、まだちっちゃいんですけど、どんどん右肩上がりで、上がってるので、東南アジア頑張るっていうのも、韓国事務所結構力入れてるんですよね。で、いろんな話したんですけど、いかがでしたでしょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。